作者不詳、17世紀に描かれた肖像画乱舞エ公爵夫人、カトリーヌ・ド・ビボンヌは、フランス王国の貴族。17世紀フランスに最初で最大のサロンを開いた、ことで有名。彼女のサロンは、言語、会話、礼儀、風俗など、社交生活のあらゆるものに影響を及ぼし、フランスの洗練された、社交界の基礎は彼女によって形作られた。 その影響は極めて大きい。ピサニ公爵でローマに駐在していたフランス大使のジャンド・ビボンヌとローマの四大名門貴族の一つであるサベリ、ケ出身のジュリア・サベリとの間に1588年にローマで生まれた。ルネサンスが円熟期を迎えていたイタリアで育ち、文明の空気を、幼少の頃から学問や芸術を収め、特に語学が多能であったという。 1595年、7歳の時に一家揃って、フランスへ帰国し、イタリア人扱いであったため、1594年に、フランスに帰化した。1600年にはわずか12歳で、後に、ランブイエ公爵となるシャルル・ダンジェンヌと結婚した。1611年に、夫の父親が亡くなったため、正式に、ランブイエ公爵夫人と名乗れるようになり、 アンリ4世の宮廷にも出入りできるようになった。夫はルイ13世の衣装部屋係や旅団長を務め、後に外交官となった。カトリーヌはフランスに帰化して後もルネサンスローマを知ることによって得られた優美な気風を失うことなく、精神的なしなやかさや活発さ、優雅さを失わなかった。そのような彼女にとって、 当時のアンリ4世の宮廷の雰囲気はとても耐えられるものではなかった。赤じみたレースの襟をつけ、ニンニクと安酒の匂いのする男たちが入り口にたむろし、消灯で歯をほじくり、階段下で立ち小弁をするバンジーな風であったという。長年にわたる内乱、宗教戦争がようやく落ち着き、王権が確立されてまだ間もなかったこの頃は、そやな雰囲気が、 宮廷にみなぎっていたのである。宮廷だけでなく世間も同じようなものであった。乱れ切った世の中は平和と秩序をとりわけ優雅な風俗を求めた。戦争の終結によって肩書や武勇は急速に価値を失い、それらを自らの存在価値としてきた貴族たちはよりどころを失ってそれらに変わるものを欲していた。1607年19歳の時に 長女、ジュリー・ダンジェンヌを見ごもった。夫人は病弱であったらしく、病気を理由に、宮廷から去った。当時宮廷の社交生活を辞することなど、極めて稀なことであり、宮廷の万封に失望したのが、原因ではないかと考えられている。カトリーヌは、オノレ・デュルフェの小説、アストレで描かれるユートピアに憧れ、これを自邸で実現しようと考えた。 当時の貴族たちにはこの小説に描かれるような風俗の順化が必要であると考えたからである。諸説あって正確にはわからないが、自定2610年頃サロンを開いた。サロンは広く世間に受け入れられた。世の中が求めていた優雅な風俗を提供することができたし、カトリーヌ自身が当時ヨーロッパの社交の中心地であったイタリアで育ち、 その宣伝をよく知っていたため、それをもたらすことができる魅力を備えていたからである。このサロンには多くの人が集まることとなり、これまでの社会に通用していた道徳とは、また違った社交界のしきたりが生まれた。他人に不快を与えないよう、態度、服装などに注意し、一切の過激さを排除する。こうして、オネットムと呼ばれる社交人の典型が生まれた。 貴族たちはこの社交人の典型を理想とし、ここに武勇に変わるよりどころを見出した。貴族の優越は生き方、話し方、振る舞いなどによって決定されるようになり、交際や会話、文通の官能化、快楽の追求などが行われ、各してギャラントリーを体現するに至ったのである。彼女のサロンに出入りする菜園を、プレッシューズ、男性なら、プレッシューと呼んだ。 プレッシューズという言葉が、モリエールの最女気取りにおいて攻撃対象となったように、厳格的でお高く止まっている女といった意味を帯びたのは1650年代になってからである。この当時、つまり1620から30年代の段階では、無別的な意味は持っておらず、彼女たちをプレッシューズと呼ぶとき、その意味で解釈するのは誤りである。 プレッシューズの主張や風潮を、プレシオジテと呼び、夫人を中心とする社交界を母体として発展していった。プレシオジテは1680年代頃に終わりを迎えるが、その期間を大別して2期に分けることができる。ランブイエ公爵夫人のサロンを中心としていた前期と、マドレーヌ・ド・スキュデリーのサロン、同様会を中心とする後期である。もともとプレシオジテは、先日したように、 そうやで殺伐とした風潮を一掃することに目的があった。確かに、モリエールが長所を攻撃したように滑稽な面もあったが、フランス文学や社会に果たした貢献は決して少ないものではない。プレッシャーを辞典によって風俗は浄化され、フランス語は美しく洗練された言語へと進化した。現代フランス語においても、彼女たちの草案による語句や表現は多く残っている。 このように、プレシオジテは、フランス人の精神と深く、関わりを持っているものであった彼女のサロンは、世俗的、貴族的なサロンで、人々は何よりも楽しむことを求めた。最も重視されたのは階級などではなく、基地に富み、気の利いた会話で人を引きつける能力であった。実際、ワイン商人の息子として生まれた詩人のボワチュールは、その最地と人柄の魅力によって、 サロンの中心的な存在となっている。文学も遊びの中の一つでしかないながらも、もてはやされ、ロンド、マドリガル、エニグマなど、流行する小作品の制作が広く行われた。ルシッド論争や、ヨブとユラニーの優劣をめぐっての論争など、様々な文学論争にも参加した。それに疲れると、絶えもない遊びや冗談に興じ、天気の良い日には野外に出て、 舞踊や仮装を楽しんだ。1645年7月に、長女のジュリー・ダンジェンヌが結婚し、モントジエ夫人となった。同じ頃に次女が院長を務めていた、修道院から、預けていた末娘のアンジェリック・クラリスを邸宅に、引き取った。アンジェリックは、ランブイエ城と呼ばれるようになった。名前と赤い髪のカツラを、サロンの常連だったアンジェリック・ポーレから受け継いだようで、ある。 ボアチュールやランブイエ邸の執事、シャバロッシュも、ジュリーやアンジェリックに思いを寄せていたことがその手紙に、残っている。彼らは年も身分も離れた娘たちをめぐって争い、ついに邸宅の庭先で、この結果、ボアチュールは、ランブイエ邸宅への出入りを禁じられてしまった。アンジェリックは、タルマンデレオによって、無別的な意味での、プレッシューズであると名指しされている。 彼による証言がある、それから一年ほど経って、ランブイエ城は、あなたのお話の中に私が登場したと聞きました。好ましく思いませんので、良いことであれ悪いことであれ、私については話題にされませんように、私にしてみれば、もし彼女が私にそのようなことを言ってきたなら、たとえどんなに長くかかることになっても、この方が結婚されて邸宅からいなくなるまでは、 ランブイエ邸に足を踏み入れなかっただろう。だが、メナージュはランブイエ嬢と食事さえしていた、彼女を心よく思わぬ貴族は少なくなかった。一度宮廷から来た、誰かに向かって大きくこう言ったことがある。何か飲み物が必要だわ。だって、それなしでは、間もなく、ここで死んでしまいそう。ランブイエ嬢がいる時には、モントジエ氏には会いに行かない。 ランブイエジョは何か行儀の悪い言葉を聞くと失神するのだからと公言する人物がいた。他の誰かはランブイエジョに向かって話しながら長い間、アベワンという言葉についてアベワン、アベイン、アベンヌのどれが正解であったか迷っていた。アベワン、アベワン、一体このうちではどう話してよいのやら彼女はこの嫌味を面白く思い、それ以来その人物を好んだ。 この他にもマドレーヌ・ド・スキュデリーなどによる論評がある。上に見た、タルマン・デ・レオーによる二つの表からは、プレッシューズの特徴、すなわち好奇者な態度、感性の異なる相手との付き合いを避けようとする態度、語彙や発音などへの過敏さ、などが読み取れる。アンジェリックは1658年4月29日、グリニャン白爵と結婚し、グリニャン白夫人となった。 1663年7月には、娘が生まれるが、翌年12月22日に死去した。結局、サロンの中心的な存在だった詩人、ボワチュールは、邸宅への出入り禁止を解かれないまま、1648年に死去した。同年に、フロンドのランが勃発したため、サロンは一時閉館となった。ランが終結したかと思えば、終結と同じ年に夫である。 ランブイエ公爵が死去するなど相次ぐ事件と社会情勢に飲み込まれ、サロンは急速に人気を失っていったが、1665年の夫人の死去まで続いていた。タルマンでレオの肖像がランブイエ邸やそこに集った人々について多くの記録を残したマドレーヌドスキュゲリー。後に彼女もサロン、土曜会を開いたが、土曜会は17世紀を代表する イタリア語とフランス語を話す夫人は美しい物事を愛し、ただベルギリウスを読むためだけにラテン語を学ぶような人であった。病気でこれを断念するとスペイン語で満足した。夫人はすべてに有能な人で建築家の資質も備えていた。ある日、急いで紙を持ってきて、私の死体用にする方法が分かったの。と言ってデッサンを描き始めると間もなく、 設計図が出来上がった。後に、多くの人が続いてこのデッサンを参考にするようになった、タルマンデレオー、ランブイエ夫人は素晴らしい。誠実で、優しく、情愛に満ち、もてなし上手だ。まっすぐで公正な精神を持っている。以前の悪い習慣を改めたのは、彼女である。イタリアやスペインの領書を読み、自己の精神収容に努めて、 彼女のサロンに頻繁に出入りする人たちに洗練された礼儀を教えている。夫人が公爵夫人でもないのに、国王家のお嬢様方が会いに来るのは、彼女が良き女友達であり、みんなの世話をしてくれるからだ。数奇鏡、李守流さえ、彼女にかなりの敬意を払っている。ジャンル入ード優れこう言ったらアンブエ公爵夫人に関する論評は、かなりの数のものが残されており、 その内容が彼女を賛美し、時にプレッシューズとして深刻化さえしているところから、当時の彼女のサロンがいかにパリで存在感を放っていたかが伺える。こうした論評のおかげで、たとえサロンが時代の波に飲まれて衰退しても、彼女とそのサロンに対する損数の念が脈々と受け継がれていったのである。フランス革命後、宮廷社会の消滅に伴って、 サロンを衰退していった。19世紀の王政復興時代に社交界の歴史を表し、復元しようとする潮流が起こった。これは社交界とキリスト教の共存社会を理想とする思想によるもので、17世紀を貴族的宣伝のキリスト教世紀として理想化し、18世紀を卑劣で不経験な世紀であると位置づけた。この時期には17世紀のサロンに関する書物が、 次々と刊行されており、1835年には、政治家で歴史家でもあったピエール・ルイドロエデレル伯爵によって、フランス社交開始に貢献するための改装録という書物が刊行された。この書物において、ランブイエ公爵夫人、ランブイエ公爵夫人のサロンこそ、貴族時代の象徴であり、それを復元することはすなわち、貴族時代の復元につながるからである。かつて、 宗教戦争後に小説アストレに登場するユートピアを再現しようとして起こったランブイエ公爵夫人のサロンが200年の時を経てユートピアとして求められる時代がやってきたのである。ランブイエ帝の外観図図面が現存していないため不明な点も多くこれまで様々な人物によって復元の試みが行われてきたが全貌の解明には至っていない。歴史家 アンリーソーバルが1724年に表したパリの古美術品の研究史によれば、敷地は税金支払い義務のある特別な地区にあった。サントマデュールウーブル通りに面し、盲人施設のキャーンズ版病院の庭園と隣接していたという。もともとこの邸宅は由緒ある貴族所有の建物であったが、13から4世紀に建造されたため、かなり古く、 17世紀の建築法則からすれば、時代遅れであった。夫人の父親である、ピザニ公爵が1606年に取得した後、1611年に、ランブンエ公爵夫妻が相続した。自定の改築を行った際には、自ら設計した。タルマンデレオによれば、中央の大階段を挟んで、片側に広間、もう片側に部屋という不規則で、狭い住居構造であったが、 敷地を有効に使うために、階段を建物の端に設置し、廊下なしですぐ部屋に入れるようになり、床は高く、窓と扉も広く高くなったとのことである。階段を建物の端に設置するというのは、当時かなり斬新なアイデアで、マリード・メディシスがリュクサンブルール宮殿を建築する際には参考にしたという。サロンで中心的な存在であったボワチュールの夫人宛ての、 手紙には次のような一節が見られる、注意深く、バレンティーノ宮殿を見てまいりました。奥様に、可能な限り手短にその様子をお知らせいたします。バレンティーノ宮殿に近づいていきますと、最初に見えてまいりますのは、何と申しましょうか。最初に見えたものが何だか分かったなら、死んでも良い気分です。多分ペロンだと思います。いやいやポルチコではと思います。いいえ、やはりペロンでした。 正直に言って、ペロンとポルチコの区別がつきません。ほんの1時間前にはそれらをすべて把握していたのですが、記憶力が欠けているのです。バンサン・ボワチュール、1638年10月7日付、ジェノバから1638年9月に、ルイ14世が誕生し、それをフィレンツェへ伝えるフランス国王の指針として、ボワチュールが選ばれたため、当時パリを離れていた。 ランブイエ公爵夫人に宮殿の様子を司祭に伝えるように言われたので、その道中で認められた手紙であり、この一節は明らかに夫人邸を念頭に置いている。無理難題に苦慮しながらも、夫人邸と同じように斬新な設計であったことを、このめかしているわけである。ちなみにこの旅で、ボワチュールはタルマンデレオと出会い、彼をサロンに紹介した。上日の手紙は、 邸宅の寝室には当時用いられていた赤と金色ではなく青色を用いていた。こちらも斬新でこの部屋は青い部屋として有名となった。ソーバルの書物においては邸宅の事例として最初に婦人邸が紹介され最も素晴らしい邸宅とされている。その庭園は多くの不思議が語られる名高い名園とされており、 夫人の資質から見えていたチュイルリー宮殿の庭園を参考に作られたという。中央には噴水があり、必死で水源を確保しようとしたことが手紙の存在から明らかとなっているが、ちょろちょろ水が流れ出る程度にしか出なかったようである。窓にはフレンチウィンドウを採用した。フレンチウィンドウは夫人が考案したとも言われるが、単に都会では、 防犯上の理由から用いられていなかっただけであり、郊外で目にしたものをヒントに採用しただけであると考えられる。1660年のルーブル宮殿拡張工事の計画案。中央が宮殿、その上の L 字型の敷地がランブイエテー改築工事は以下のような経緯をたどった。1614年、キャーンズ版病院の墓地に面して、 窓を4つ作る権利を取得1615年、パリ市民のうち200人だけに許されていた、チュイルリー宮殿への水道管に配管する特権を取得1618年、着工1619年、建設中の暖炉を支えるため、墓地の中に1本の支柱を設置する権利を取得1620年、完成工事管理はマルク・ピオシュが担当した。ピオシュは、 ラファイエット夫人の父親で、後にラファイエット夫人はサロンの常連となった。夫人の設計の随所に見られる工夫は、後々になって建設された様々な邸宅にも見られるものであり、インテリアの発展につながった。ソーバルは建築家に楽しみと心地よさと完全な美を教えたとしている。畜麻書房は世界古典文学全集四47。 モリエール1965年観光版ありがとうございます。